ここ数年ね、まあ何かって言ったらセレブ、セレブってね、セレブという言葉がひっきりなし使われるようになりましたでしょ。で、セレブっていうのはね、まあ、セレブリティという、英語のね、略でね、日本人は何でも略するのが好きだから、セレブリティというのをセレブ、セレブというようになったんですけどね、本来の意味はね、名詞とか重要人物とか、まあそういう意味なんですけどね。うん、ただね、この言葉の、ね、使い方によると思うんですよね。別に言葉自体に罪があるわけじゃないんですけれどね。セレブという言葉を好んで使う、そのマスコミのね、メディアの姿勢ですね。で、それがね、なんだかね、自分たちで勝手にその差別をつけてるんですね。で、セレブ御用達とかね、セレブ風ファッションとかね、セレブ婚とかね、ほんで、セレブ、セレブ、セレブって言ったらね、お前たちね、平民とか庶民はね、なかなかね、相手にしてもらえないようなね、高嶺の花で仰ぎ見るべき存在でね、偉い人たちなんだよ。で、またね、言われるね、安っぽい、芸能人たちもね、私たちセレブよ、セレブよ、みたいな、いいのかもんなんですよ、単なるね、癒し。ですからそれをね、セレブセレブと持ち上げる方も洗練されてない田舎者ですよね。ですから私は六本木にね、うろうろしてね、なんか上品ぶってね、金持ちぶったりね、うろたえてね、六本木で遊んで、銀座で遊んでっていう風にね、金持ちならないで、金持ちぶったら、もうエリートぶったりんちゅって。これはね、一番みっともない人種ですね。それよりうんと貧乏で貧しくてね、そこより工事現場で働いてる人たちね、真っ黒になってね、まあその人たちがもう輝いて一番上等な人種に見えますよ。で、私ね、まあ東京出てまいりましたから、まあ、終戦後すぐだったんですけれどもね、昔のね、皇族の方とかね、家族の方とかね、貴族の方とか、まあ、いろいろいらっしゃいましたよ。で、みんな平民になりましてね。もうそういう家族とか貴族とか皇族っていうのがね、廃止になりまして。なので、平民ということに、なった方たちもたくさんいらしてね。で、まあ、三島由紀夫さんなんかも、そういった方をね、題材にして書いてらっしゃいましたけどね。でも皇族とか家族とかね、貴族とか、まあ、いろいろそういった人たちいらしてもね、その中でも、ね、やっぱりね、エリート意識丸出しでね、そしてね、平民どもはみたいに実際に口で言ったりとかね、自分たちと同じ扱いしないでくれ、ね、なんて言ったりね、そういう癒しい、既婚の癒しい人がね、これはね、セレブでも何でもないですね。うん、だからね、氏より育ちと申しますと言うけれどもね、いくらね、もう先祖代々、うちはね、大名の出であるとかね、大金持ちの明治以来からのもう豪族の出であるとかね、そんなこと言っててもね、育ち方が癒やしければね、本当に品性が癒やしくてね、自己反省なんていうのはもうさらさらないし、謙虚のかけらもない、こういうものがいるんですね。ほんで、本当にすればね、全く、ちょっと先祖2、3代たどればね、まあ、商家だったりね、農家の方だったりとかね、だけどね、なんてこの人はセレブなんだろうというね、謙虚でね、思いやりがあって奥ゆかしくてね、で、とにかく、人の悪口は決しておっしゃらないしね、特別扱いするとね、もうそんなお気を使いにならないでくださいって言ってね、小さくなってらして、で、どんなところに行ってもね、掃除のおばさんやいろんな人たちにでも頭を下げてね、で、教養百般にわたってね、それをひけらかさない。そういう人が本物のセレブなんですね。ですから本当にね、氏より育ちです。ですから、人間の本当の価値というのはね、その、氏ではないんです。それから、その、階級、また、資産、それから地位とか名誉とか、そういうものは一切関係がないと思ってください。物質もそうです。ですからね、メディアが何かをね、セレブと言ったのは、あれはね、全部セレブじゃない人のことです。だから、そのセレブを、本当のセレブを知らないメディアが、そういう言葉を使っていると、そう思っていただきたいと思います。さて、今日のお話は、お金と幸せについてお話しさせていただきます。よくね、お金持ちだとかね、修正して社長になった人とか、会長になった人とかね、そういった人たちが勝ち組で、で、そうでない人は負け組という人がね、おりますでしょ。で、これは大きな大間違いでね、私はいつも本人も書いてますし、いつも言っておりますように、この世の中には政府の法則というのがありましてね、正しいと書いて負けると書いて政府、意味としては陰と陽、吉と凶、いいことがあれば悪いことがある、悪いことがあればいいことがある。
ってそういうものなんですね。ですからお金持ちになったらなったでね、とにかく親族のね財産争いだとか、まあ人が詐欺師とかいろんなものが近づいてきて、でせっかく愛人とかね愛する人ができても、その愛する相手の人はね、初めは自分を愛してくれたんだけれども、自分を通り越して後ろのものを愛するようになった、それは何かって財産っていうことでね、まあとにかくお金持ちになってね不幸になった人いっぱいいますしね。で言いますのはね、私ずいぶん今までね、いろんな社交界の人とかお金持ちとかね、日本や、まあ日本のお金持ちと外国のお金持ち、桁が違いますけれどね、外国のお金持ちで、私はね、まあパリのね、貴族の人の紹介でね、イタリア参りました時にね、紹介所で訪ねていたら、向こうが迎えに、ホテルに迎えに来てくださったんですよ。で、そして案内されていったら、本当にね、お城のような豪華なね、とこへ一人で住んでらっしゃるんですね。で、そしてね、暖炉がね、もう一人一人ね、突き飛ばせばね、もう全部殺人ができる大きな暖炉なんですね。で、そしたら、ここでよく人を殺したんですね、先祖が。ね、って言ったらね、いろいろな階段をして、こじれた時にね、そこへ突き飛ばすんですって。で、ひだらばに殺して、で、平気な顔してるんですよ。なんて嫌な不吉なとこだろうと思って。で、そしてね、なんかうつろなね、目してらっしゃるのね。で、美しい方じゃなかったんですけどね。で、金髪でね。で、眉毛も、まつ毛も全部金色でっていうことで。で、そういう人相の方でね。で、ちょうどね、そのお説話にヨットの方が置いてあった、雑誌が。で、ヨットお持ちなんですかって、ね、落ちて。じゃあお作りになるのって言ったらね、そして作ろうと思えばいつでも作れます。でも作ってしまえばそれまでです。何の楽しみもない。だからこう見ててね、作るまでのことや乗るとか、いろいろ頭の中で想像してる方が楽しいんです。っておっしゃるのね。で、そして、お城を案内してくださったんだけど、ある部屋のとこ行ったら、ちょっと待ってくださいって時計をこう見てて、OK って何をしてんですかって言ったら、空気を入れてるんですって言うんですよ。真空になるらしいの、その空気が。ここで人も殺せます。殺す話ばっかり。それでね、自動でね、ドアがパーッと開いたんですよ。それ衣装室だったの。それでデパートの紳士服売り場ぐらいのスペースにね、ものすごい値段の高い、背びれやなんかがね、ずらーっと並んでてね。で、そのタンスがあって、そのタンスが観音開きになっててね。ほんで、こう自動的に下着や何かこう出てくるようになって、下着や何かもんどころが入ってるんですよ。昔貴族だったんでね。それでそこの一番隅っこにね、先祖代々からのね、宝石。で、彼が集めた宝石なんかもあるんですよね。アレキサンダー大王のね、剣についてたルビーになったら、こんなの嘘に決まってるって、彼自身が言うんですよ。だけど、こう履歴があってね、なんとか公爵夫人が持ってったとか、全部、これが面白いから置いてるだけですって。で、それで私、愛の話やなんかをするでしょ。で、そんなの嘘っぱりしない。愛なんてありゃしないっていうの、絶対に信じないんですよ。で、私が帰ってからね、その紹介したフランスの友達に聞いたら、なんて君はね、バカなこと聞いたんだって言われて、どうしたんだって言ったら、うちはね、言っとけばよかったけど、お母さんが、とにかくもう70いくつ、80近いんだけど、年下の50いくつの弁護士とね、結託して、彼の財産を狙ってるんだっていうの。って言ったら、お母さんもお金持ちでしょうにして、お母さんも贅沢しすぎちゃってね、破産住んでんだって、狙ってるって。で、彼は一人きりだって。彼は誰も信じないって。で、彼に私は聞いた話でね、自分も愛を信じててね、お金があるからいけないと思って、モンマルトルでね、絵描きさんという触れ込みで、貧しい絵描きということで住んでたんですって。それでこんなアグリで醜い自分でもね、ロシアのから来た絵描きさんがね、愛してくれたんだって。で、彼だったら大丈夫だったら連れて帰ってきたんですって。そうしたらね、日を追うごとにだん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 中の目の色が変わってきて、態度も変わってきて、そして自分以外のものを、後ろのものにあるものを愛する、それはお金だって。で、このままだったら憎み合って喧嘩すると思ったんで、ある程度のお金渡してね、もう別れたんだって。
で、二度そういうことがあったって。でも二度ともそうだったって。男も女もね、そのやつは、ね、愛なんて信じないって。一人でぼーっと生きてるだけなの。お金がありすぎると恐ろしいことになるんですよ。ですからね、まあ苦に困らな、うん、でなければね、ほどほどにあって、でほどほどの道があって、ほどほどに着るものがあって、食べるものがあって、健康でね、愛する誰かがいれば、もうそれで十分幸せなんですよ。そうですね。で、それがね、この世で一番本当の意味のお金持ちだと思いますよ。